めちゃくちゃレベル多くて、多分サンダル界で言うと一番多いんちゃうかなっていう。あー、なるほどね。はい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 。結構ストーンと言ってるから、この違いがね、結構あるんちゃうかなと思います。はい、本日はですね、ウーホスとテリックの比較をしていきたいなというふうに思います。ということで、こちらにウーホスの、まあ、大人気のサンダルがあるんですけど、めっちゃそっくりのサンダル、テリックっていうのをあるの知ってました？これ一回買ってみてね、どれぐらい違いがあるんか。しかもこのテリックが、ちょっと値段安いんですよ。ウーホスより1000円ぐらい安いんかな。だからもしこっちの方がいいんやったらこっちの方がおすすめですよ、意外と穴場ですよみたいなところをねやりたいなと思います。ただ僕も履いたりはしないからちょっと一緒に見ていきたいなと思います。まずはね、開封の儀からしていきましょうか。このテリックをガバッと開けていって、でスライドタイプはね、僕ね以前ねここにも出てると思うんですけど、スライドのベージュのやつは持ってるんですけど、このね鼻緒のタイプっていうのは初めてなのでって思ったけど、ようよう見たらこれ僕以前買ったことあります。あ、これデメリットすぐ分かった。はいはいはい、デメリットがすぐ分かりました。なるほどね。ということで、こちらのテリックのサンダルとウーホスのサンダルっていうのを比較していきたいなと思います。以前僕多分これの白買ってたんですよ。 YouTube とかやる前やからもう10年ぐらい前なんですけど、ただそれからなんかバージョンアップしてるらしくて結構いろいろ変わってるらしいんですね。だからちょっと下の画面見てもらって履いていきましょうか。じゃあまずはね、ウーホスから履いていきたいなと思います。ウーホスはね、僕足28センチなので、これも28で着用しております。一番の特徴というとやっぱここですよね。あの土踏まずのところをカバーしてるっていう、この人間甲殻に基づいて作られたっていう形がもうとにかくやっぱこだわられてるらしいんですよ。だからこれね、めっちゃ多いんですよ。めちゃくちゃレビュー多くて、多分サンダル界で言うと一番多いんちゃうかなっていうぐらいレビューまみれなんですね。でそのレビューが全て良かった良かった良かった、すごいすごい素晴らしいみたいな感じのいいことしかないので、それの理由ってなんでなんかなと思ったら、このクッションがもちろん柔らかいのはそうなんですよ。なんでかって言ったら、普通の一般的なサンダルより 35% も衝撃を吸収するようなソールになってるらしいんですね。でそのソールのことをなんて言うかというと、ウーホームっていう名前らしいんですよ。まあでもそんなことは僕らにとって関係がないから、それ一回置いといて、とにかくその吸収性がいい。この地面に着地バーンってした時にこうしっかりここで吸収してくれるっていうのが 35% もしてくれるから、僕らのかかととか足とかにの不安、こう疲れとかが軽減されるっていうところがね、ウーホスのいいところなんですよ。まあこれちょっとおさらいですわ。これは皆さんも知ってますよね。ウーホスは大体皆さん持ってると思うので、はいはい、そうですね、その通りです。先ほど言う通りでございます。そんなことよりも気になるのはテリックの方ですよね。テリックの方、これがいいんやったらもうこっちで来年乗り換えていきますかっていう話もしていくんですけども、では足入れの儀式を入れてやりたいなと思いますね。どうでしょうか。ズドンということで、あー、なるほどね。はい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 、なるほど、はい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 、なるほどね、わかりました。これがね、なんかね、テリックって海外のブランドなんですけど、2018年ぐらいから日本人に合うようにも作られだしたらしいんですよ。だから僕が元々持ってた10年ぐらい前って、海外のやつをただ持ってきてるだけやから、人によってはちょっと足合わへんとかっていうのがあったらしいんですけど、今はね、そういった心配がないらしいです。つい最近このアップデートされたんかわからんけど、このソールの部分の T あるじゃないですか。この中に書いてるこう模様みたいなやつ、この T 字ね。で、これがシルキーソールみたいな名前なんですけど、まあ要は何かっていうと、足入れた時にこう滑らかな足の履き心地っていうのを再現してるらしいんですね。でまあ入れて、まあ言われたらそんな気せんでもないけど、まあ、ウーホスもこういうボコボコしたやつあるじゃないですか。だからウーホスそんな違うんかって言われたらそんな違いはないけど、やっぱり大きく違うなっていうのはクッション性。クッション性が確かに言われたらちょうど 35% 硬い感じで、硬いって言っても嫌な硬さじゃなくて、これがねなんかすごい考えられて作られてるらしいんですよ。でほんまかいなと思って履いてみたけど、まあ確かにほんまやなと思ったんですけどね。こっちにレントゲン出てるの見えます？これが一般のサンダル履いてる時の足の骨の形と、このテリ1個履いた場合の足の形っていうのがしっかり足の形がね綺麗になってるのがわかるじゃないですか。で、へえ、足の形綺麗なんや、そんなことは僕にとってどうでもいいんですけども、まあ骨がそれ綺麗になってるってことはですよ、足裏の接地面を次見てもらったらわかるんですけど、接地面っていうのがこのなんか猫の接地面みたいなのが一般的なやつ、なんか全部では足捉えてないよっていう、重心を抑えてないよっていう、荷重できてないよっていうことなんだけど、このテリックに関してはしっかり足の裏、もちろん土踏まずもそうだけど全部で荷重できてるっていうところが疲労分散とかそういう姿勢とかそういうところにも生きてくるっていうことで、まあ後々紹介しようと思ってたんですけど、なんか東京のね、日本唯一の足の病院があって、それ足専門の病院、それがね下北沢病院っていう病院らしいんですよ。まあ古着のところですよね、下北沢って。そこの病院はもうこれを推奨してるらしいんですよ、このテリックのサンダルをね。それぐらいいいっていう風に書いてあったんで、これ今右足にウーホス、左足にテリック履いてみてるんですよ。だから皆さんから見たら逆ですね、向かって右側がテリックになってて、左側がウーホスなんですけど、これね試着の沼っていうのがあるんですけど、皆さんねスポーツ店とかセレクトショップ行って試着するじゃないですか。試着ってね、この2メートルとかしか歩かへんし、ともすればここで足踏みして終わるんですよ。それで言うと絶対
対 UFO を選ぶと思うんですね。ただこれ長時間歩くこと考えたりしたら、歩いてる最中って小石があったりとかちょっと段があったりするじゃないですか。ってなった時にウーホスのこの不安定さっていうのが結構如実に現れると思うんですよ。だから買ってすぐのレビューってめっちゃいいっていう、なんでかって部屋でこの試し履きしかしないから。ただ外でずっと履いていくと、あれちょっとこれ不安定やんな、ちょっとこれグラッとしやへんっていうのがあるあるなんですよ。って考えた時に、今この買ってすぐはウーホスの方がこれ履き心地いいですわ、めっちゃ足楽ですもんって言えるんですけど、1週間とか2週間履いていくと、これちょっと柔らかすぎて逆にちょっと足が怖いなってなってきたら、結局個人的にはこのテリックの方が足のこのなんていうの、段差が綺麗なんですね。かかとのところがヒューって前行く、もちろん土踏まずもカバーされてるっていうところも踏まえていい硬さなんで、この便所の健康サンダルみたいな硬いのじゃないですよ。あれはもう硬い、もう何のクッション性もないけども、そうじゃなくてもちろんリカバリーサンダルやからクッション性はあるんやけど、こう無駄な柔らかさがないっていうところが、あ、テリックなんやなっていうのをね、これ履いてみて思いました。見た目に関してはほぼほぼ言った一緒やから、どうコーディネートしてもまあまあその言うたって変わらへんじゃないですか。だからあとはね、履き心地とかになってくると思います。これはねサイズがね XL で履いてます。僕28なんですけど、表記ではね XL サイズは 27.5 から28って書いてあるんですけども、まあまあ 28cm の人でもいけるんちゃうかなと思いますね。ただですね、ちょっと残念なことがございます。このテリック履いてみて分かったことなんですけども、ウーホスよりも横幅狭いんですよ。比べてみると、こっちがウーホス、こっちがテリックなんですけど、分かります、まあ、見た感じあんま分からんか、そこまでの違いはないように見えるかもしれないんですけど、幅がねこのテリックの方がね狭いんですよね、まあ、どこが分かるかな、ここの幅かな、ここの幅がウーホスはブワッとこう広がってるのに対してテリックは広がってないじゃないですか。結構ストーンといってるから、この違いがね結構あるんちゃうかなと思います。で、僕個人的には結構足幅狭いんですよ。だからめちゃくちゃテリックいい感じなんやけど、日本人の人結構幅広い人多いじゃないですか。でそういう人、僕のスタッフ、うちのスタッフもそうなんやけど、バンズ26センチとかしか足ないのに買う時28とか買うんですよ。え、なんでそんなでかいの買ってんのって、僕と一緒やんっていう感じなんやけど、で聞いたら、なんか横幅が合わへんねんなとか言って、縦に合わすっていう発想じゃなくて横に合わすっていう発想僕に全くなかったから、あ、そういう人いてんねやってことでね、そうなってくると多分テリックはサイズが合わなくなってくると思いますので、以前僕もめちゃくちゃ気に入って皆さんにご紹介してたヌーソルですね。このヌーソルとかも同じなんですよ。幅が狭い感じだから、ほぼほぼねヌーソルと違いないかな。これがテリック、これヌーソル、もう同じような感じでしょ。まあちょっとヌーソルの方が細く見えるか。そのあたりがね、ちょっとサイズ感が人によって合わへんかな、幅広いねんっていう人なんかはちょっとテリックは微妙かもしれません。で、それとデメリットは、これウーホスにも両方言えることやけど、これマジで取り扱い気ぃつけやなあかんところがあって、これ僕やらかしてるんですよ、10年前に。何やらかしたかっていうと、まあ、リカバリーサンダル全般に言えることなんですけど、この要はあの素材自体がね結構熱に弱いんですよ。で、熱に弱いって言っても誰がそんなもん電子レンジでチンすんねんって話じゃないですか。で、この2つはね熱に弱いんですよ。で、熱に弱くてどういう時に一番気ぃつけやなあかんかっていうと、車の中、皆さんね、こうサンダルとかビーチサンダルで使おうとか思って車の後ろにポンと掘り込んでるでしょ。ポーンと掘り込んでね、1ヶ月後ぐらいにそやそやそや箱箱と思って履いてみたりしたらね、これレディースちゃうかっていうぐらいサイズ縮んでるんですよ。そういや車の中ってなんか50度とか60度とかに集まるじゃないですか。だからほぼなんか電子レンジ状態になってるわけなんですよ。キューって縮んでいって次履こうと思って足入らんくなってるんですね。だからそもそもテリックが今ギリで履けてるよっていう人なんかが車の中に置きっぱなしにしたら、もう1サイズか2サイズ縮んでくるので、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなっていうのが、別にテリックだけじゃなくてウーホースもそうなんですけど、車の中に入れておくのはちょっとやめた方がいいんちゃうかなと。もう僕も実体験でそれで捨ててますし。じゃあそれぞれのおすすめはね、どういう方がおすすめなんかっていうと、まあ、ウーホースに関しては、まあ、これはもう人気なんで、とにかく安パイが欲しい。でしかも日本人の足に合いやすい広さやし、結構日本人の人やったらこれどんな人が履いても合うよねっていう感じなんですけど、これもデメリットの忘れてた。気をつけてほしいのが、この鼻をめちゃくちゃ切れやすいです。この鼻を切れやすくて、買って1ヶ月か2ヶ月か関係なく段差でグリーンっていった瞬間ブチって切れますので、気をつけていただきたいんですけど、まあ、それ以外で言うと基本的にはまあ人気やから、ちょっと俺足不安やなってサイズ入るかなとかって思う人はもうウーホスに行っちゃえば、まあ、そこまでね心配ないかなと思います。ただ俺もベラボーに足の甲高いねんっていう人なんかは、このリグですよね、このリグっていうサンダル、これをね買っていただけたら、これはもっと足の甲高くしておりますので、設定高くしておりますので、もうこれやったら大体足の甲高くたかったり足の幅広いっていうね、ザ日本人みたいな足の人でも全然問題ない。だからまあ基本的にオーソドックスな普通の人やったらまあウーホスで大丈夫やと思います。で逆にテリックのおすすめっていうと、やっぱね足のね病院が推奨してることだけあります。で唯一日本でお医者さんが推奨してるのってこれぐらいなんですよ。でヌーソルとかに関してはこれも同様にお医者さん推奨してるんやけど、これアメリカのお医者さんが推奨してるので、やっぱりアメリカ人と日本人って足の形とか大きさとかそもそも身長も違うから、足にかかる体重も違うじゃないですか。だからそういうところで言うと参考にはなるとは思うんやけども、バッチリ日本人に合うや
やつがいいって言われたりすると、まあ、これはね日本人のお医者さんが推奨してるぐらいなんでいいんじゃないかなと思います。まあ、僕個人的にもウーホスよりはテリックの方が好みっていう感じですかね。やっぱ細いから履いててフィット感あるんですよ。変な柔らかさがないからすごいこう履いててちょうどいいというか、この姿勢もこのサンダル履いててこうなってきづらいというかね、なのでちゃんとしたこう姿勢で居やすいかなと思いますので、個人的にはこっちの方がいいんちゃうかなと。しかも値段も定価で言うとこっちの方が安い。ただウーホスに関しては下のオンラインショップにもあれば概要欄貼っときますけども、値段が安くなるんですよ。だから8580円が定価なんやけども、いろんなセレクトショップで扱ってるから、もう各セレクトショップがセールとか 10% 引きするだけでも7000台になるし、 20% 引きしたら6000台にまで落ちるんですね。だからそうなったら安いのはウーホスになる可能性もあるんですけど、場所によればね。ただまあテリックはテリックで、まあ、パッて僕が楽天見た感じではあんまり安くはなってなかったですよ。定価のまま7000なんぼとかっていう定価のままやったんで、まあとは言いながらもね、このヌーソルもそうやけど7000なんぼとかやったから、いいねサンダルって大体この辺りぐらいかなと。たまにこのあまり履き心地が良くなかったノースフェイスさんとかであれば9900円とかであったりするけど、まあノースフェイスもセールしてるから、まあ、大体ね 7-8000 円で買えるっていうのが大体相場かなと思いますので、気に入るサンダルをね見つけてもらえたらなと思います。僕個人的なおすすめは今年やっぱ良かったまあヌーソルかテリックも意外とこれいいですね。これ頂上決戦でちょっと比べてみたらどっちの方が好きかな。迷うな。テリックの方がかかとが高いですね。ヌーソルの方がちょっと低い。テリックの方がちょっとかかとがヒュッて上がってるから、なんかもっと姿勢を良くできそうやから、あこれめっちゃ迷うとこやな。まあほぼほぼこの辺違いないと思ってもらって大丈夫です。より日本人の足に合わせようと思うとかかとが浮き上がってるテリックの方がなんか良さそうな気はするけども、まあそのあたりがサンダルとなってました。もう今年の夏多分もうサンダルの動画出さないと思うので、まあ、これが一番最後やと思うんですけど、まあ、総括していくと2024年のサンダルで何が良かったって結構いっぱい買ったけど、やっぱヌーソルかテリックのこの鼻緒のタイプはその2つが一番僕にとっては良かったんですけど、幅がちょっと狭いのでそれは人にちょっとよって違うかなと思いますけど、その荷重感の安心感とかぐらつきのなさとかそういうところ、歩きやすさとかそういうところで比べたら、まあやっぱこの辺が上がってくるんちゃうかなと思いますので、まだサンダル買ってなかったんとかちょっと滑り込みたいねん、まあ、今やってもしかしたらセールとかになる時期やから、もう8月なんかセールとかになってて、まあ黄金のゴールデンサイズ27-28とか売り切れてるかもしれんけど、逆に足ちっちゃいよっていう人なんかは余ってる可能性とかもあったりするので、まあこのあたりね、リグもそうやしウーホスもそうやしね、あるんじゃないかなと思いますのでチェックしてみてください。ということで本日ですね、ウーホスとテリックの比較を撮ってみたという動画になってます。またサンダルは来年会いましょうということで、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。